2021年もありがとうございました。これからはありがとうございます。オンラインの皆様ありがとうございます。もう本当に聞いたかったけど、本当にありがとうございます。花、いや嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。いやでも本当にこの4月のお忙しい時間を作ってくださったことだけでも感謝だけども、本当ありがとうございます、ありがとうございます。今日この時間をね、一緒に過ごさせていただき、きっと明日が素晴らしい日になることは、間違いございません。だからこそですね、最後このアンコールいただいたアンコール、さらに明日が素敵な一日になるような日にしたいと思っております。アンコール、12月生まれの方、お、お二人じゃあ素晴らしい、もう拍手でおめでとうございます。じゃあちょっとお名前を頂戴してもよろしいですか。はい、大森です。大森さん、ありがとうございます。大森さん、サンタさん、大森サンタです。大森サンタさん、本当ですか。酔った。いやちょっと皆さん、もうサンタさんにまた蘇るじゃないですか。もう大森さん、じゃあもうお名前、あ、下ですか。あ、下ですか。はい、大丈夫。あ、ごめんなさい。一応下も聞いといていいですか。下の名前、勝地です。勝地、勝地様、わかりました。大森勝地さん、はい。佐藤まなみです。佐藤まなみさん、ありがとうございます。じゃあまなみんでいいですか。まなみさんでいいですか。勝地さんとまなみさん、じゃあ勝地さんとまなみ、ひろきさん、ひろきさん、お、ひろきさん、お誕生日、ひろきさんですね。ひろきさん、かつじさん、まなみ。では、野球の虫という曲をやりたいと思います。野球の虫は、私が小学校から、リトルリーグまでずっと野球をやっておりまして、小学校の私の出身が仙台荒牧少年野球クラブという野球部でした。その監督が話してくださった、そして監督が書いた言葉に曲をつけた曲が野球の虫という曲です。野球が好きな方だったら必ず響くであろう曲だと思いますし、今日はね、監督が言った言葉が5つあって、1、2、3、4、5という手が振り付けがありますので、会場の皆さんはぜひ一緒に1、2、3、5やってほしいし、オンラインの皆さんも、ちょっと一緒に1、2、3、4、5一緒にやってください。ぜひ、で今日は、12月誕生日の方、そして今、頑張ってね、病気を治そうとしている方、一緒に応援したいと思います。本当に2021年、改めて本当に本当にありがとうございました。2022年も素敵な年になりますように。最後の曲聴いてください。野球の虫。
います。本当改めて皆さんありがとうございました。ちょっとまだねオンラインの方は今もオフですよね。ありがとうございます。ちょっとせっかく会場に今日足を運んでくださった皆様に、私たちからクリスマスプレゼントといいますか、一曲だけですね、ここだけの限定ライブをさせていただきたいと思います。本当に今日ね皆様本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。大丈夫ですか？ちょっと待って、怖いな。でも大丈夫か？大丈夫ですね。 YouTube 載せますので、ぜひよろしくお願いいたします。いやということで今日はクリスマスということで最後ですね、ちょっとクリスマスソングを歌って今日はこの時間を終えたいと思います。今日は会場の皆様限定に最後クリスマスソングを歌いたいと思いますので、ハッピークリスマス、ね、知ってる方、ジョン・レノンさんも、ね、知ってる方いらっしゃると思うんで、全然一緒にね歌ってほしいし、最後この歌で来年を素敵な年に、きっと迎えられるはずですから、一緒に歌っていきましょう。本当に今日はありがとうございました。So this is Christmas.